ベナリボ役をやらせていただきます山木孝則です。世界名作劇場の第21作目の、ロミオの青い空、それのミュージカル化ということでそれに携わらせて、いただけることはとても光栄に思っております。細かく細かく美に入り左右がちながら、役を作り込んでいって素晴らしい舞台を作り上げようと作り上げていきたいと思っていますので皆様よろしくお願いします。そうですね、やはりこの衣装をこう身にまとってやっぱ撮影すると、まあ、こう身が締まると言いますか、とてもその世界観に、一歩近づけたっていうそんな、とても特別な体験をさせてもらっているような、感じがして、とてもいい経験になっております。このね、撮影を得てこれから稽古が始まっていくっていう段階に入っていくのがとても楽しみになりました。はい、このやっぱミュージカル化ということで僕自身もとても興奮していますし、どんな作品になるのかなっていうのがとても本当に今からもうワクワクで仕方ありません。そのワクワクと興奮を原動力に皆様にもこのワクワクと興奮をお届けできるように、努めてまいりますので皆様よろしくお願いいたします。エンリコ役佐藤八重樹です。原作ファンの方がいらっしゃるんじゃないかなと思うので、そのファンの方の期待だったりとかを超えられるように、しっかりと役だったりとか作品だったりとかお芝居に向き合っていきたいなと思ってます。楽しかったですすごいみんなさんスタッフの方が優しくて、ちょっとだけ髪が前髪が、ね、短かったりするので恥ずかしいなっていう気持ちもちょっとあるんですけど、ぜひ可愛いと言ってあげてください。そしたら関係者を含め皆様僕も含め嬉しいのでよろしくお願いします。必ず素敵な作品にしてみせますし、こういうメイキングであったりとか僕らの SNS であったりとかで作品が出来上がっていく過程も含めて一緒に楽しんでもらえたらなと、応援してもらえたらなと思ってます。僕らを見つけてくれてありがとうございます。ぜひ劇場でお待ちしております。楽しみに。リオ役山内亮平です。そうですね、まあすごく大所帯の中で、まあ、狼団のリオという役をいただいて、なんか作品のスパイスになれば、ちょっとしたスパイスになって、あ、なんか狼団よかったなって思っていただけるように頑張りたいと思います。はい、もうリオっていうのでもうメイクした時から、まあ、また違った自分を見た感じですごくワクワクして、まあ衣装も着て、まあ、すごくまあ期待とワクワクと、でもそれと同時に責任感が生まれて、なんかより身が引き締まったなと思いました。この動画を見ていただいてありがとうございます。まあ、原作のロミオの青い空という、まあ、優しくて熱くてみたいな作品をですね、舞台上でどのように表現するのか、ぜひ、生で皆様に、お届けできたらなと思いますので劇場でお待ちしております。バルトロ役の米澤健人です。よろしくお願いします。やっぱりこのエンターテインメントを作るものとしては、お客様に非日常を体験していただくのがお仕事だと思ってますので、いつもとは違う世界を皆様にお楽しみいただけたらなと思います。あんまりこのような、撮影をしていただくことが僕は少ないので、ちょっと緊張しちゃったかなと思いつつ、自然な感じに見えたらいいなと思ってます。このような状況の中ですけど、皆様に楽しんでいただけるように精一杯頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。
ジュリアーノ役の吉本雄介です。はい、今回ロミオの青い空という作品に関われてすごく光栄に思っています。作品の良さが伝えれるように座組の一員として、精一杯頑張らさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、ちょっと役柄が無邪気な子供なので、その無邪気感を出すのがもうめちゃくちゃもう分からなくて緊張しました。まあ、だから本番までに頑張って役作り上げたいなって思ってます。はい、本当に素敵なメンバーでこの作品をやらせていただけることもう本当に嬉しく思っております。なのでもちろん原作を知らないで見に来てくださるお客様にもやっぱその世界名作劇場ということなんですけど、その世界観とかお話の内容だったりとか、その感動するシーンでもたくさんありますので、そこら辺も存分に劇場で味わっていただければなと思います。頑張ります。よろしくお願いします。ファースティーニ役辻元翔平です。この作品に携われて本当に嬉しく思っております。この名作だからこそたくさんのファンがいると思っているので、僕自身この作品としてファースティーニとしてもう精一杯生きれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ファースティーニ役ということで、ファースティーニのことをよく調べたんですが、その決めポーズなどがあまりないということで、特徴的がないからこそ難しいなと思ったんですが、スタッフの方々と一緒に試行錯誤しながらこうして素敵な作品をビジュアル撮影でこの素敵に撮れたんじゃないかなと思っております。こうして自分のビジュアルを皆さんにお届けする日が来ることを楽しみにしております。よろしくお願いします。ミュージカルロミオの青い空として、このコロナ禍でもありますが、たくさんの人に見に来ていただけたらと思っております。この僕自身もこのファーストリードとしてこの作品に全力でいきたいと思っておりますので、必ずお値段以上の作品を皆さんにお届けられるように頑張りたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。